ロシア航空は、ロシア連邦の航空会社である。正式名称はファイ、といい、ロシア国内では、または、という社名で知られている。ボーイング777から300エアバス A320 から200エアバス A319 から1002006年に、同名のモスクワの航空会社と、サンクトペテルブルクのプルコボ航空の合併により、誕生した。 モスクワとサンクトペテルブルクを中心に国内外に多数の路線を持っている。拠点はサンクトペテルブルクのプロコボ空港でメンテナンスでは同空港の他にもモスクワのブヌーコボ国際空港にもベースを置いている。航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。2014年1月にグループ会社再編の一環として 親会社のアエラフロートロシア航空に同年3月30日付で統合される予定。2016年3月27日、オレンエアとドンアビアを吸収合併した。存続会社はロシア航空となる。ロシア航空は1992年にロシア政府によって設立。2004年にこの会社とサンクトペテルブルクのプルコボ、航空等が合併させる計画がスタートし、 2006年にサンクトペテルブルクで登録を終了させて10月から一つの会社として運行を始め、初の GM 代理にはグナディ・ボールディレブが就任した。現在はモスクワをはじめ世界54カ所に死者を構える。ロシア中央アジア中東、コーカサス東ヨーロッパ西ヨーロッパアフリカアジア747の 400A、400 XLD アムウルトラシオエアバス A319。 ボーイング777から300、スホーイスーパージェット100ボーイング737から500ツポレフツ -154 ミンは、経営破綻したトランスアイル航空から継承。ありがとうございます。